いっす、リリチオです。ということで今回はこちら水族館かくれんぼ Hide and Seek ということでやっていきましょう。隠れる側は終了まで逃げ切れば勝利です。鬼は隠れる側を全員見つければ勝利です。まあとにかくやってみましょうか。じゃあやってみようか。始めます。じゃあはい、ということでやっていきましょう。水族館かくれんぼ、あーなるほどね。こんな感じで隠れる側と見つける側が半々になってるね。今回は5対5でやる感じか。でその間に隠れる感じだね。で小道具の音が鳴るってことは、おそらく小道具プロセッサーかなんかで変身できるってことね。そういうなんかいろいろお魚さんとかにね。じゃあ皆さん最初だから一緒に行動していくぞ。ちょっと一緒に行動して探すぞ。ということでやっていきましょう。え、すげえ。いやマジでクオリティ高えな。うわやば。よう作ったな。あ、中も入れんのか。すごいな。お魚さんがフロッパーとかをさ浮いてるようにしてさ、ちゃんとお魚を表現してるのか。でこういう小魚がほら飛んでるようにしてるわ。すごい。マジでクオリティ高えなこれ。あ、どうしたどうしたどうした。リトル、あれか、あれ怪しい。いや違うな、隠れてなさそうだけど。オッケー、次のエリア探すぞみんな。すごい、なんか水の中にいるみたい。でほう、これ貝じゃん。貝、これ貝とかもこれ作ったの自分で。これもともとあるやつ。これ泳ぐ、何泳ぐって。え、泳ぐってなんだ。え、すげえ。あ、さっきの上から覗けるやつか。で泳げんのか、すごい。うい、楽しいね。違う、これかくれんぼかくれんぼ、みんな見つけたら教えてね。泳ぐこともできるんだ。ほらここだね、ほら上からこう見れるんだ。ほら泳いでるでしょ。うわ、淡水魚が泳いでる。すごい、ママ見て、あれ何、あれはね、天月っていう淡水魚なの。すごい、走ってる淡水魚。いなくなっちゃった。どうした。ほう、こういうとこ隠れてんのか実際。これカニ、これすごくない。よく作れたなこれ。すごい。あってこれさ、かくれんぼどころじゃ、どこ行った。あ、ここに隠れて、何隠れてたの、何擬態してたの。え、なるほど、これ一発当たったらアウトなのか。なるほどね。怪しいとこあったら教えてよ。ちょ探すぞ頑張って。もう一人ぐらい見つけたいな。え、ここいない、いるんじゃない、ここ音するぞ。え、いるんじゃない、でも音するって。ここだから、リトルがゼロを見つけた。ゼロどこいたんだ、そこら辺にいたのか。どこだ、ここか、こういうとこ隠れてんのか。え、意外に分からへんな。お、え、そこか、これかよ、ショボン。ここか、分からんなマジで。嘘だ、負けたし。え、見つかんな、なんだよこれ。はい、ということで今回は僕は隠れる側か。なるほどね、小道具プロセスで隠れれるんだね。とりあえず深海エリアとか行こうかな。深海エリアに隠れるとか間違いないんじゃねえか、とりあえずは。よっしゃ、深海エリアに行くぞ。なら深海エリア行こう。深海エリア、これバレなくない、これ。これ絶対バレないでしょこれ。あれ誰だ、あれ、ほうほう、シラスかな、あれ、あれシラスかな、やば。ま、最初のとこはもう隠れようがないんだよね実際ね。違うなぁ、ここじゃないなぁ。でも多分ここら辺いるんだよな絶対。やったやった、あ、そこか、ここか。いや、そうも、うまよく音聞け、お前ら。いいか、いるいるいる、やったー、ゼロー、みっけ。よし、オッケー。隠れてるプレイヤーと3人いるんだって。でもやったやった、足跡見つけたらしい。どこいた、待って、ここにもいる、ここ付近にもいる。あと2人、これ怪しくない、なんか
あれ違うかな、これなんかいない、よしよし、あこれか、これか、ナイス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 、わかるかめちゃくちゃだな隠れてるとこ、やった、嘘だろ見つかんなかった、はい、嘘、行くぞ、よし行くぞ、さあ来るんじゃないか、でも全さっき逃げ切れなかったからな、ちょっと逃げときたいな、これいけるかな、怖いな、いやマジで逃げ切りたいね頑張ってこれ逃げ切りてえな頑張ってちょ待って俺下手くそだわマジで、俺俺向いてねえこのゲームマジで、俺このゲーム向いてねえ、俺ダメだテルキお前これそれどこ隠れてんだお前、ちょっと視点下にできるか、ちょっとお前何隠れたんだお前一点、これお前これどこいんだよお前、これでこれはリトルか、まあ、リトルもわからんやろうなこれやべえ怖え、甘すぎリトル怖すぎだろ、あやられた、あこれかテルキこれわからんな、うわ怖っ、おお、シラスマイド隠れてんな。シラス。終わった。おお、惜しい。おお。誰だと残ったの。アマツキとリトルとテルキか。ゼロが感づいたかこれ、これ隙間に間に入ってるせいで、あら弾が当たんねえんだよこれおいムカついてるぞこれ、おいほらこれみんな怒ってるぞこれ、やばっ、あ見つかったということでもう一回やっていきましょう、またメンバー変わったね、トモショボン監督、アマゴン、リリチオか、オッケー。これよくね？これよくね？え？これやばくない？これやばくない？絶対バレねえじゃん、これ。あ、隠れてない、隠れてない。みんな、来た来た来た、みんな来たぞ、来たぞ、もう。ちょっと待って、まあ、隠れてねえんだけど、ちょっと待って、隠れる場所ちょっと探すぞ。よし、ここで行こう、今回は。でもこれ、普通にバレるぞ、可能性としては、これ。アマツキ、お前何してんだよ。お前、アウトだろ、アマツキ。隠れられ、あいつ、多分、時間内に隠れられなかったな、あれ。いや、音しない、音しないわ。深海エリア、音しないぞ。ってことは真ん中かな？今回こっち側が多く隠れてる可能性高い。高い。おい、なんか今逃げたぞ、おい。おい。おい、今逃げたやついるぞ。ショモン来なかったか、一人。ショモンなんか来なかったか？お前何してんだよ、お前。あいつ何してんだよ。あいつ何してんだよ。おい、やれやれやれ。隠れも無視してるやついるぞ。なんだあいつリトルマークワン、なんだお前ナイスー、オッケー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 、これがいいわ、これめっちゃいいぞみんな、ほらほらめっちゃちっちゃくないこれ、でもさこれマジさ普通のとこ隠れてもバレるんだよな、よしこれでいこう、今回はこれでいきましょうこれ面白くない、ここの場所意外に、あとリリーチョともか、
玉突きやられたか。これ意外にいけそう、これ。ダメだ、もうディスコードで繋いでるからバレるって、これ普通に話したら。え、トモさん、これは？うめえな。いいね、このちっちゃいスライム強いな、やっぱ。怖え。恐怖だね、これ。マジで恐怖だね。目が合ってるぞ、これ。ちょっとバレてねえか、これ。バレてる。バレてる、これ。これ、バレてる。無理だ。あ、でも届かないぞ、これ、弾。おい、出てこい、こら。顔出せ、お前、分かってんだぞ、お前もバレてんだよ、もう隠れんぼじゃ終わりなんだよ、お前。ちょっとさ、隠れてるやつはちょっと前出れるか。前出れるか、ここ。ちなみに前出れる。前出れる、ちなみに、ちょっと。いたわ。とんでもねえと隠れてやがったな、お前。しかもさ、届かねえんだよ。来た、やった、お前らいいか。お前ら全員あのスライムになるんだ。この上のスライムになれ、いいか。全員スライムになれ、いいか。お前ら上のやつだ。上のスライムになるんだ。最初の地点にいて、逃げ切るぞ、ここで。この場所で逃げ切っても勝てるっていうの見せつけてやろう。こいつらエイムねえから。こいつら所詮動画班だから。いや、待って、やられてんだけど。お前ら下手くそすぎねえか、ちょっと。嘘でしょ。俺が一番うめえじゃねえか、俺。舐めすぎじゃん。待って。勝ちで分かんなくれ、あれ。オッケー。いや、マジで分かんなくね。区別つかへんだ、あれ。